皆様、改めまして気を取り直してネバネバ温度で、はいはい、やってまいりました。ちょっと BGM 下げてもらっていいですか。はいはいはい、はいね、我々もここでポーズ取って終わりっていうことになる。ポーズ取って終わりみたいな。CD 走ってよかった。ちゃんとネバネバ温度走ってよかったです。改めまして、ただいま流れている曲ネバネバ温度という曲で茨城県の夏を勝手に PR しております。ちょっと待って、音響さん、もうちょっとボリューム下げてもらっていいですか。BGM 少し下げてください。違う、切るんじゃなくて、音を下げて、なんだろう、音を下げてもらうだけで結構なんですよ。はい、あ、いいですね、じゃあこのままもう行っちゃいましょう。はい、改めまして歌手の泉泉です。よろしくお願いいたします。はい、いやね、トラブルっていろいろあるもんなんですよね。そうですね。はい、今年の夏はですね、もうおかげさまで忙しくていろんなところをね、やってきましたけど。ありがとうございます。このね、長音寺さんの満島へも本当に毎年出演させていただいておりまして、毎回出演するごとにステージの位置がちょっとずつ変わっているんですよね。いつも満島へ来られてる方いらっしゃいます？はい、いつも来てるよーっていう方。あ、一番最初に僕を呼ばれて、ね、ステージやらせてもらった時はあそこだったんですよね。あそこだったで、次の年が正面になりまして、正面になったり、で去年あそこになって今年ここなんですよ。ここだったり、なんかぐるぐるぐるそこに戻るかもしれないねえ、ちょっと毎回毎回景色が違くて、ちょっとね、ステージ立ってる側も楽しいわけでございますけれども。はい、はい、私泉泉と、そして、はい、私浅野克盛と申します。どうか一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、はい、ね、ギターの音がちょっと出てないみたいなんですけど、ね、はい、はい、じゃあギターの音を出していただいて、はいはい、あ、いい感じでございます。ありがとうございます。はい、では、はい、それでは我々まずご挨拶代わりといいますか、ネバネバ音頭の歌を歌っているんですけれども、新曲の方も出させていただいております。コロナ禍でなかなかちょっとね、歌うことができなかった、発売した当時ね、すぐコロナに入っちゃってなかなか歌うことができなかった曲ですが、こちらも茨城県の桜川市が舞台となっている曲でございます。はい、田野中先生に花を添えていただいて、はい、先ほどね、本当大変失礼いたしました。一緒にこの私たちの歌に合わせて田野中先生が踊ってくださるということで、ありがとうございます。一緒にお届けしたいと思います。さあ、それでは曲の方行かせていただきたいと思います。はい、急にちっちゃくなってよ、私の声が。はいはい、あ、いいや、はい、いい感じですよ。はい、それではですね、桜川聞いてください。よろしくお願いいたします。もしかしたらポーズを取ると CD かかんないのかもしれないですねそのポーズが美しすぎて。そうそうそう、じゃあ桜川お願いします。いきます。どうなるんでしょう。はい、出ました、よかった。
ありがとうございます。止めてもらっていいですか。